平野翔の未来ビジョン公開。シニアファンが涙するその理由とは、神宮寺雄太と岩ン雄太の感動の瞬間、写真1枚でファンの心を奪う理由、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔さん、岸優太さん、神宮寺雄太さんは、さまざまな世代に支持されています。特に彼らの魅力は、若い世代だけでなくシニアファンにも大変人気があります。シニアファンは、 彼らの雑誌を手にすることで大きな喜びを感じ、その存在に心温まる思いを抱きます。例えば、エルヤボーグといった雑誌に彼らが登場することで、多くのファンが幸せを感じます。古いファンにとって、彼らの最新の雑誌を手にする瞬間は特別なものであり、その喜びは言葉に尽くせないものがあります。長年にわたり彼らを応援し続けてきたファンにとって、 彼らがメディアに登場することは一種のご褒美のようなものであり、その存在がますます輝きを増していることを感じる瞬間でもあります。例えば、エルジャパンやボーグジャパンの特別号が発売されるたびに、多くの古いファンがその到着を心待ちにし、実際に手に取った瞬間の感動は一層深いものです。平野翔さんのインタビューを読むと、彼の未来に対する考え方が非常に印象的です。 彼は未来よりも今に重きを置くことを大切にしており、その哲学に共感する人々は多いです。これには一種の安定感と落ち着きを感じさせ、ファンは彼の言葉に励まされることが多いです。また、岸優太さんの笑顔は多くのファンにとって特別なものであり、彼の写真が掲載されるページは一瞬で完売することが多いです。最近、 ナンバーアンダーラインアイがカバーを飾ったエルジャパンとボー g ジャパンは大変な人気を博しましたこれらの雑誌は発売と同時に多くのファンが購入しシニア世代のファンも含め多くの人々がその到着を心待ちにしていました特にエルジャパンの35周年記念号は多くのファンにとって特別な意味を持ちその付録としてパリガイドがついてくることも魅力の一つでしたまた 神宮寺勇太さんと岸勇太さんが一緒に写っている写真は、ファンにとって非常に感動的なものでした。彼らが見つめ合って笑っている写真は、彼らの絆の強さを感じさせ、多くのファンがその写真を見て涙を流したといいます。さらに、彼らの写真は一種の芸術作品のようであり、ファンはその美しさに魅了されています。さらに、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがそれぞれの雑誌で異なるテーマについて語ることは、ファンにとって非常に興味深いものです。例えば、平野翔さんは未来について語り、岸優太さんは日常の小さな幸せについて語るなど、それぞれのメンバーが異なる視点から語ることで、ファンは多様な考え方や価値観に触れることができます。彼らの存在は、ファンにとって一種の癒しであり、 彼らの言葉や笑顔は多くの人々にとって励ましとなります特にシニアファンにとって彼らの音楽やパフォーマンスは若い頃の思い出を蘇らせるものでありその存在に感謝していますまた彼らの活動を通じて新しい趣味や興味を見つけることができることも大きな喜びですシニアファンの中には彼らの雑誌を手にすることで日常の疲れを癒し 新しいいエネルギーを得る人も多いです彼らの音楽やパフォーマンスはただのエンターテインメントではなく人々の生活に活力を与えるものとなっていますまた彼らのインタビューや写真を通じて彼らの人間性や考え方に触れることができることもファンにとって大きな魅力ですナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはそれぞれが個性的でありながらも 共通すすするるのはファンに対する深い愛情です彼らは常にファンを大切にし、その思いをパフォーマンスやインタビューを通じて伝えています。その姿勢は、多くのファンに感動を与え、彼らの存在がファンにとって一種の光となっています。彼らの活動は、単なるエンターテインメントを超えたものであり、多くの人々にとって生活の一部となっています。特にシニアファンにとって、 彼らの存在は若い頃の思い出をよみがえらせるものでありその存在に感謝していますまた彼らの活動を通じて新しい趣味や興味を見つけることができることも大きな喜びですこれからも彼らの活躍に期待し多くのファンが彼らを応援し続けることでしょう彼らの未来がどのように展開していくのかそして彼らがどのような新しい挑戦をしていくのか多くのファンが楽しみにしています 彼らの存在が、これからも多くの人々にとっての希望となり、癒しとなることを願っています。ファンとして、私たちも彼らの活動を支え、応援し続けることが大切です。彼らのパフォーマンスや音楽を楽しむだけでなく、彼らの考え方や人間性に触れることで、私たち自身も成長し、新しい視点を得ることができます。彼らの存在が、私たちにとっての一種のガイドとなり、 その光を見失わないよううに常に心に常心留めておきましょう最後にナンバーアンダーラインアイのメンバーたちに感謝の意を表しこれからも彼らの活躍を楽しみにしています彼らの音楽やパフォーマンスがこれからも多くの人々に喜びと癒しを与えることを願っていますそして彼らの未来が輝かしいものであることを信じてこれからも応援し続けましょう ナンバーアンダーラインアイの古いファンにとって彼らの成長と変化を見守ることは何よりの喜びです平野翔さん岸優太さん中寺優太さんの3人はそれぞれの個性と才能を持ちながらグループとしての一体感も強く多くのファンに感動と楽しさを与えています彼らの活動を追いかけることでファン自身も新しい発見や感動を得ることができるのです例えば 平野翔さんのインタビュー記事で彼が語る未来へのビジョンや現在の生き方は、ファンにとって大きなインスピレーションとなります。彼の今を大切にするという哲学は、現代の忙しい生活の中で忘れがちな大切なことを思い出させてくれます。そして、岸優太さんの笑顔は、その純粋さと温かさで多くの人の心を癒し、励ましてくれます。彼の笑顔がページを飾るたびに、 ファンはその写真を大切に保存し、時折見返しては元気をもらっています。さらに、神宮寺祐太さんと岸優太さんの二人が見つめ合って笑っている写真は、まるで一瞬を永遠に閉じ込めたような美しさがあります。ファンにとって、このような写真は宝物であり、二人の絆を感じさせるものです。古いファンは、彼らの成長を見守り続けることで、彼らがどれだけ努力し、 どれだけの愛情をファンに向けているかを深く理解しています。また、L ジャパンの35周年記念号の発売は、多くの古いファンにとって特別なイベントでした。パリガイドの付録も含め、彼らの活動が世界中に広がっていることを実感できる瞬間でした。このような特別な号は、ファンにとって一生の思い出となり、何度もページをめくりながらその感動を味わうことでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、常に新しい挑戦を続けています。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろんのこと、それぞれの個々のプロジェクトや活動も多岐にわたります。平野翔さんの俳優業、岸優太さんのバラエティ出演、中寺優太さんのソロ活動など、彼らの多彩な才能を見せる場面が増えるたびに、ファンはその成長を誇りに思います。また、彼らの活動を通じて、 ファン同士の絆も深まります。古いファンは、新しいファンにとっての先輩として、彼らの魅力や過去のエピソードを共有し、一緒に応援することの楽しさを広めています。このようなコミュニティの存在は、ファンにとっても大きな支えとなり、彼らの活動をより一層楽しむための大切な要素となっています。シニアファンにとって、 ナンバーアンダーライン愛の存在は若い頃の思い出をよみがえらせるものでもあります彼らの音楽やパフォーマンスを通じて自分たちの青春時代の記憶が鮮明によみがえりその感動はいつまでも色あせることはありません彼らの活動を見続けることでシニアファンは自身の人生にも新たなエネルギーをみ出し日々の生活に彩りを添えることができるのです